一般路線バス小型車南国交通株式会社は、鹿児島県鹿児島市に本社を置く、路線バス事業者である。1941年2月設立。本社所在地は、鹿児島市中央町18の1南国センタービル4階。貸切バスについては、子会社の南国交通観光が運行している。下記の営業所の周辺、鹿児島市から鹿児島県北部及び、 熊本県水俣市にわたる地域を営業エリアとする。廃止された営業所、編集、レシップ性の読み取り装置、運賃箱を使用している。乗車カードとしてラッパカを導入しており、岩崎グループが導入している。岩崎 IC カードと相互利用している。全国相互利用 IC カードとは、相互利用、変利用ともに実施していない。 鹿児島市内を走行する車両をはじめとして、比較的傾斜のきつい路線が多いため、エアサス、高出力使用車を標準しようとしている。以前は、車齢の高い車両が比較的多かったが、近年は、鹿児島市内便及び、空港、高速バス等には、積極的な設備投資を行っている。新車の投入と、並行して、県内バス他車同様に、 大都市からの遺跡車両も多数存在しており、東急バスや高槻市交通部、最近では神奈川中央交通からも遺跡車両を導入している。高速バスのみ、運行の市町村を除く。市内線、編集鹿児島市内の路線についての詳細は、南国交通鹿児島営業所現行路線を、山椒鹿児島市内西部方面、鹿児島市内東部方面 市内線の大半が、東部方面と、西部方面を、直通運転鹿児島市内郊外線西部方面、鹿児島市内郊外線東部方面郊外線、編集あいら、伊佐地区川札地区泉、阿久根、長島、水俣地区旧廃止路線、編集なお、路線の詳細については、各営業所の項目を参照長距離路線、編集下記の5路線を運行する。路線の詳細は、 各路線の記事を参照。括弧内は共同運行会社。南国交通はいずれも鹿児島営業所が担当する。廃止路線。編集空港連絡バス。編集エアポートシャトル括弧内は担当営業所。鹿児島空港と鹿児島県内の主要都市を結んでいる。エアポートシャトルの相性がある。大口バスセンターの解体に伴って、 大口交番付近の急行車場に設けられたバス乗り場で待合所が設置されている。空港バスや山野線と宮野城線の代替路線と大口地区のローカル便の他いさ市からいさ、交通観光に委託されている市民バスと乗り合いタクシーが発着する。空港バス宮野城、泉、阿久根線と宮野城地区のすべてのローカル便が発着する。鉄道記念館内には 南国交通の宮野城出張所と待合所が設けられている。5面のホームを持つバスセンターで、ラパカ、定期券、鹿児島空港行きバス乗車券、福岡、大阪半球梅田行き高速バス乗車券の発売窓口があるほか、航空事業部トラベルセンター、南国タクシー乗り場、お土産物店、飲食店などがあった。鹿児島空港連絡バスとの共同運行と都市間、 高速バスの大阪駅卒間号は0番乗り場で、都市間高速バスの福岡駅桜島号、熊本駅切り、島号、宮崎駅は、真夕号は1番乗り場であった。1966年11月完成で築40年以上が立ち、老朽化していた南国日生ビルの再開発に伴い、バスセンターは2009年5月31日で営業を終了した。 6月以降は乗降場所は、都市間高速バスと鹿児島空港連絡バスと別になり、大阪、阪急梅田、福岡、西鉄天神、博多駅交通センター、熊本、宮崎駅の乗車は、南国高速バスセンター、旧サンクス、鹿児島中央駅前店になり、鹿児島空港連絡バスは、鹿児島中央駅東口東4番から、出発、空港からの到着は、 鹿児島中央駅東口東一番に到着し、都市間高速バスの大阪、阪急梅田、福岡、熊本行き、西鉄天神、博多バスターミナルの到着は、大栄鹿児島中央店横の高速バス折り場に到着する。なお、都市間高速バス宮崎行きの到着は変更はない。山野千球薩摩大口駅前に立地した。4階建てのビル内に、 バス乗り場の他に大口営業所と待合室が併設されており、空港バスや山野線と宮野城線の代替路線のほか、大口地区のローカル便が発着した。大口止まりの便はバスセンターに入らず大口交番裏に設けられた、校舎上で校舎扱いをした。2012年に大口営業所が出張所に格下げ、移転した後に解体され、跡地は現在さら地となっている。 南国交通観光の貸切車ルリカケス1号子会社の南国交通観光が行っている。南国交通発祥の地、薩摩仙台市の本土で運行する薩摩仙台市、コミュニティバスの市街市循環線の西回り、南部循環線、高江、土川線、湯田、西方循環線、白上、吉川循環線、市内横断シャトルバス、川内港、シャトルバス、 国式の新行線の京急路線の委託運行をしている。湯田、西方巡環線、白上、吉川巡環線、高江、土川線の6路線については、6路線共通の愛称として、くるくるバスと命名されている。また、2012年4月からは、古式島で、薩摩仙台市古式島コミュニティバスの運行が開始され、全路線の委託運行をしている。佐藤、 上古式地域の4路線では、古式ふれあいバス、下古式、鹿島地域の4路線では、古式かのこゆりバスとしてそれぞれ命名されている。観光バス部門は、子会社に分離以上されており、南国交通観光がある。このほか子会社として、南国タクシー、南国産業開発、南国交産がある。鈴木文彦、鉄道ジャーナル第30巻第8号、鉄道ジャーナル社。 1996年8月134ページ。南国日清ビル31日で閉鎖43年の歴史に幕、鹿児島市。南日本新聞。2009年6月2日閲覧。ありがとうございます。